こんにちは、しげしげです。ゼログインフィニティ降臨を花木さんと山本さんの組み合わせのパーティーでやっていきたいと思います。はい、基本的には列を組んでいきます。で、サブの左から2番目のモンスター、迫田武文さん、はい、この武文さんがですね、結構いい働きをするので、そこもご紹介できればなと思います。基本的には列を組みながら、まあ、不要色消したりしてね、進んでいきます。はい、色がなくなったら変換を使って、1列組んでいくんですけど、無駄に消さないように気をつけてください。はい、でアシストなどは概要欄の方に載せておきますので、そちらから確認してください。やっぱり落ち込んがないのでスムーズに進めるのと、あとね、余計なヒドロップを残したつもりでも街になっていて消えちゃうっていう事故もなくなるので、非常に楽に進んでいけるかと思います。でどうしても欠損が続いちゃったりしたら、こういうところですね、ターンに余裕があるところで調整してください。はい、変換を使っていきます。ここもね、1列で問題なく抜いていくことができます。で、この次ですね、迫田武文さんの出番です。敵全体に固定ダメージを与えながら、闇とお邪魔を火に変換してくれます。これ結構ね、ヒパで、使えるスキルだと思いますので、で、しかもね、銀枠なのでクローズコラボで狙ってみるのもありかもしれませんね。入ってボスバトルです。赤オーディンに遅延対策しておりましたので使って突破していきます。で、真田に1個だけね、スキル遅延耐性振ってますので、今のね1ターンでスキルが戻ってきます。で、上下変換をしてあげて、まあ、ヒドロップ消せば貫通することができます。はい、ということでサクサク攻略できますので、ぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。